ことで同好会活動の名のもとに小旅行に出るわけですが、主人公がいません。大体あいつは未だに自分の立場に無関心なんだ。せっかく取った指定席券が、いいじゃん、大人なんだからケチっぽいこと言うなって。まあ美晴くんのことだし、これも予想の範囲内ですよ。はあ、お前たちにしがない雇われ英語講師の気持ちと懐具合が分かってたまるか。来たみたいですよ。え、六条遅い。何する、何その格好。ばあちゃんが都会に行くんだからおしゃれして行きなさいって。美晴くん、恥ずかしい、恥ずかしいよ。あ、光一ってセンスあるね。美晴くんにはちょっと大きいけど、さっきよりはずっといいよ。気をつけていくんだぞ、風魔殿によろしくな。ああ、はい、わかりまし。何残ろうとしてるんですか。気が変わった。六条を頼んだぞ、あいつは。今さら何言ってるんですか。戸張先生、どうしちゃったの。話せ、俺は帰る、ダメなんだ。何がですか。乗り物がダメなんだ。はあ、はあ、なぜって、危険だからだよ。鉄の塊に乗って、しかもありえない速さで移動するんだぞ。誰かにぶつかったらどうする。むしろぶつかられちゃったりなんかしたらどうなる。ああ、俺は自転車すら乗ったことがないさ。バカにするならするがいい。でも先生、保護者同伴だなんて言ってたじゃないですか。あれはその場の勢いというやつだ。じゃあ東京へはどうやって来たの。徒歩。重傷ね。うわー、ほら先生、いい加減にしろ。いやだ、絶対乗らないぞ。雲平先生、先生が乗ってくれなきゃ僕どこにも行けないよ。なんだ、本当に苦手だったんだね。悪魔だ。なんかさ、若者っぽくないよね。え、もっと盛り上がろうよ、こう、ブワーッと。ブワーって言われても、例えばこういうバナとか。ライネさんは付き合ってる人とかいるの。私、気になる。いや、そういうわけじゃなくて。でも、雷鳴さんってしっかりしてるし、行動力もあってすごく尊敬するよ。ありがとう。光一みたいな人はタイプじゃないけど。そう。この人が風魔小太郎。そうそう、兼業で作家もやってるんだよ。名張の世だけで出版されてる忍術指南書はほとんど風魔小太郎の著書なんだ。でも正確にはそれが本当の姿かどうかわからないんだけどね。彼、変身術が得意だから表の世では全然違う姿をしてるみたいなんだ。普段はなんか政府とかすごいところで働いてるらしいんだけど。詳しいんだね。親が小太郎と知り合いだったから、小さい頃何度か会ったことがあるだけだよ。小太郎が動き出したのも秘術が復活したからで、解散してた風魔人を里に呼び集めてるみたい。風魔の里はきっと美晴を守ってくれるから安心していいよ。僕たちお互いのことを全然知らないんだね。みんな腹に一物ありそうだよね。ああ、なんか急に不安になってきた。別に知らなくてもいいんじゃない。忍びってそんなものだろう。
ああ、そうだね。お、雨だ。やだな。神奈川も雨なのかな。神奈川、東京に行くんじゃないの？風魔の里は神奈川にあるんだよ。向こうは晴れてるといいね。雨は嫌いだ。いつも嫌な夢を運んでくる。あの場所にいた俺以外の人間は忘れてしまった罪の記憶。お母さんは？おじいちゃんはどこにいるの？ねえ、帳お兄ちゃん。朝日もグランパも俺が欲しい。秘術の新しい所有者。万物を支配する。望みを叶えてくれ。来るな。お前も欲している。だから殺した。黙れ。ミハルは誰にも渡さない。俺が絶対死なせない。晴れてきたね。よかった。まもなく新横浜です。こっちこっち。ちょっと待って。風魔の里ってこんな山の中なんだ。そうだよ。ねえ、帳先生って外国生まれだったよね。うん、確かアイルランド生まれで、おじいさんが忍術を学ぶために先生を連れて来日したらしいよ。へえ、アイルランド。でもさ、乗り物が全然ダメなのに日本へどうやって来たのかな。どう？じゃあ無理だよね。あ、もうすぐだよ、バス停。うっ、乗ってしまった。新幹線とバス2つも乗ってしまった。風魔の里か。森しかないけど。本当に何にも知らないんだね、美晴は。表の世の人間が見つけられる忍びの里なんて隠れ里でも何でもないでしょ。こっち。風魔人が交代で霞の術をかけて里を隠してるんだ。表の人間や他の忍びが入り込めないようにね。順路を通らないと森から抜け出せなくなっちゃうから、ちゃんと私について。あれ、霞の術で隠してるんじゃなかったのか。そのまさか術が解除されてるなんて。そんな、何か来る。この人たち、風魔人。風に飛ばして流れる
があるのは俺だけなんだろう。みんなは何にも関係ないんだ。だから望みは何？次回襲撃。この番組はスクウェアエニックス、ジェネオンエンタテインメントとご覧のスポンサーがお送りしました。